はいどうも、サカネダブルスインキです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、サムネにもあった通りね、今日はダブルス勉強会をしたいと思います。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、まあちょこちょこねやってる企画なんですけども、まあポイントを見ながらですね、まずポイントを見てもらって、その後スロー再生して、リプレイをもう一回見てもらうっていう形になります。なのでポイントはまあ3回見てもらうような形なんですけども、ただですね、まあ1つ2つぐらいちょっとかなり長い、ポイントがありますので、そこはですねスロー再生ではなく、まあ普通に2回流すような形でそのまま説明させていただきたいなと思いますので、皆さんねぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思っております。でまあこの動画なんですけども、まあまあちょっと前にですね、ドグダケトウと、ケンジで大地と高村くんの4人で試合をした様子なんですけども、そこからですねピックアップしていい形のポイント、まあためになるような、動きだったりとか配球だったりとかっていうのをね説明していきたいなと思っております。でですね、1月1日から、ドグダケトウタルミグリーンテニスクラブで代表でさせていただいてます。ありがとうございます。でですね、まあ3月4月ぐらいからもですね、ドグダケトウもねちょっとレッスンしようかなとかちょっと思ったり思わなかったり、まあみたいなそんなところもありますのでね、ぜひですね SNS とかチェックしていただくか、まあタルミグリーンでのですね、イベントも参加していただけると嬉しいなと思っております。この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そうしたら見ていきましょう。本編スタート。さあそしたらね最初のポイント見てください。このポイントかなりねドグダケトウいいリターン打ったんですけども、ここの心理まず説明していきたいなと思います。さあ大地のサーブがワイドに行ったので、ケンジがストレートを張るような形をイメージしたので、クロスの足元にしっかり狙っていく。でそこからですねセンターに飛んできたんで、かなり苦しかったんで僕ロブ上げたかったんですけども引っかかってしまったようなポイントになります。なので相手からするとかなりやったった感のあるようなポイントの取り方っていう形になりますね。さあ次のポイント見ていきましょう。さあ高村くんサーブ、さあここでファーストボレーセンタードグダケトウケアしていく。ここですね、まあロブでかわされる、まあここでちょっと長いポイントなのでリプレイはするんですが、要所要所だけにした、スロー再生はしないのでねご了承ください。さあここドグダケトウが前に入ってミスを誘った形。さあちょっと喋っていきたいなと思います。さあここサーブを打っていく、ストレートを見せているような状態で、ドグダケトウはセンターケアをしてしっかりストレートケア。ここでですねこの判断、これね足元に打つともう僕らからしたら勝ちパターンになるので、ロブを打っていったような形になります。さあここで大地がスマッシュを打っていく。さあここですねドグダケトウナイス判断、こっから前に入ってセンターを締めていくことによってストレートもしくはサイドに、打ってもらうような形になりましたね。さあ次のポイントです。さあここはちょっと自己満になるんですけども、ちょっと皆さん見てください。ドグダケトウサーブ、いいサーブをワイドに打った足元来たボール、ここの時高村くんの動きめちゃめちゃいいんですね。速攻僕が足元に来たボールをすぐストレートの向きからセンターの向きに変えたんですよ。これもう一回見てください。ここですね、そうすることによって対戦相手が返す場所がないというようなポイントになります。さあ次のポイント、さあここはですね僕のペア高村くんの自己満ショットなんですけども、ちょっと見てほしいんですが、大地のリターンめちゃめちゃ良かった。ただですねこのセンター足元に行った瞬間にケンジは絶対ねこれセンターに入っていくのがセオリーな動きになるんですね。ここをストレートに持っていくことによって次からの駆け引きがうまくいきやすくなります。これをですね普通にセンタークロスに返すと餌食になってるような形になります。さあ次のポイント、さあここはねドグダケトウすごくいい判断をしたので見てほしいんですけども、これ大地のサーブ、ケンジのリターン、この瞬間、この瞬間にセンター張ってますよね。これねワイドに持っていくと餌食になるので、大地と高村くんの間をしっかりと狙っていったような配球になります。これねめちゃめちゃ判断ミスする方多いです。これねサイドに持っていきたくなります、ハの字にね持っていきたいんですけども、この場合は浮いていたらハの字で OK だと思っておいてください。さあここのポイント、
ここのポイントもねすごくいいポイントなので見てほしいんですけども、ドグタケトの動きにご注目。さあリターンをセンター系に打ったんですが、高村くんがねフォアで回り込んだ形になります。そうするとこれを見た瞬間にもうファーストボレーはサイドに狙っていくような形になったというふうな形になります。もう一回見てみましょうか。すごく僕もねかなりスムーズにいけたようなポイントになりますね。さあ次のポイント、さあいいリターン入っていく。さあここね、ドグタケトとケンジの動きにご注目なんですけども、やっぱねダブルスっていうのは1人で動いてるんじゃなく2人で動いている。さあここ足元来たボール、ドグタケトはその場所でセンターケアしている。この動き2人の動きがシンクロしているとセンターとストレート打ちづらくなるんですね。そうするとリスクを負ってショートクロスに打つしかなくなるっていうようなパターンになっていきます。もうこれはですね結構鉄板パターンですね。ただまああそこでスーパーショットいたら仕方がないかなっていう形です。さあこれ悪いパターンです。ちょっと見てください。ドグタケトがリターン打つときでケンジも後ろで下がっているんですが、僕リターンダッシュをしたここの時にね横並びになってるんですね。横並びになっているとセンターがお互い譲ってしまうような形になってしまうという悪いパターンです。なので対戦相手が横並びの平行を取る方は基本的にはセンター好きでいいかなっていうのは皆さん覚えておいてください。さあここのポイント、さあここはドグタケトがナイス動き、いい動きしてナイス判断だったっていうポイントになりますが、まずまあ対戦相手のサーブをワイドに打ってくる。このサイドねかなり振られてるので、ドグタケトはセンター張ってストレートに誘っていくような形なので、これをセンターには打たれないようにしているような形です。そうすることによって次のケンジの動きが、やりやすくなるっていうような形ですね。さあここはドグタケトしっかりセンター足元ついて次は前に落としていく。結構これはダブルスで使えるパターンなので皆さん覚えておいてください。さあっていうことで、このポイントねラストになると思うんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。かなりですね動きとしてはめちゃめちゃドグタケトもいい動きしたんですけども、もちろん皆さんの動きもすごくいいなと思ったんですね。でそれはまずなぜなのかと言いますと、やっぱりダブルスをしている上で個人技に走ることももちろん楽しいので全然いいんですけども、どっちかといえばドグタケトいつもね動画で教えてることとかは、まあショットの時以外は基本的には2人で動いているというのがやっぱすごく大前提で大事になっていきます。なので打ってない時っていうのはいかにこうペアの動きを把握できるか、察知をしているか、それに対しての行動がちゃんと伴っているかでかなり相手からすると全然こう見え方が変わってきます。これがですね一人でわちゃわちゃ動いてしまうとどうしても穴がね大きく見えるんですね。なので2人で動くことによってその穴が誘われてるような気になりますので、皆さんそこら辺はねちゃんと意識しながらプレイしてみてはいかがでしょうか。ということなんですけども、今回はですね、久しぶりにダブルス勉強会をしたんですけども、どうだったでしょうか。少しでもねためになった方はね高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしたらねもう早々時間が来ましたのでこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。